どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。さあ今日は、今日はと言いますか、不思議なことが起こりまして、私のホームページの方、ちょっと見ていましたところ、私ね、愛媛県愛南町の養殖マダイのアンバサダーに知らぬ間に就任しております。どういうことっすか？まず本人がどういうこと知らないから。よくよく細かく見ていくと、森の親父、宮迫さんのお父様より許諾を得ている的なことが書かれてたんです。知らないです、そんな話は。なので、脳を見えるぐらいハゲてるお父さんにちょっと確認の電話をね、今からしてみたいと思います。久しぶりですね。本当ですね。そう。あ、来た来た。もしもし？お父ちゃん？ああ、ひろゆき。いや、ひろゆきじゃなくてさ、俺愛媛県のね、愛南町。そうそうそう。安高水産な。安高水産さん、そうそうそう。俺養殖マダイのアンバサダーになってんの。おお、それいっぱいやっとるぞ。いっぱいやっとるぞって。お父さんが持ってきたお仕事ってこと、案件ってこと。おお、そう。安高だったらずっと昔から知っとってな。知り合いで。わし、犬の話あったからな。ほんなら、わしの息子、ひろゆきで、YouTube やっとるから、妹にね、話したいよ。話したんやん。それを、俺に絶対言うとかなあかんやん。そうか。知らんからさ、急にアンバサダーになってたから、びっくりして。それさっき俺に言うとかなあかんやんか。ああ、ちょっと手遅れやったな。俺そこでやりとりしたらええねんな、じゃあ。そう。もうやったの、高見ちゃんじゃ言うとるからな。高見ちゃん、社長さんね。連絡取ったらええのね、じゃあ、俺がそこで。そう。だから直接話してよ。ほんで、頑張ってちょうだい。ちょっと今回はちょっと社長さんとしてやりとりしてみるわ、じゃあ。安高の社長、喜んどったからさ、やるの頼むわ。はい。はい、ありがとうな。はい、じゃあね。はい。むちゃくちゃやろ。いや、すごくないですか。勝手に、知らんまに俺、養殖マダイのアンバサダーになってるんですよ。でも、社長さん喜んでるらしいんで、もいや、喜んでるか知らんけど、俺知らんやんか。やばいな、親父怖いな、なんかこんなんちょこちょこありそうやな。いろいろ確認してみましょう。そうですね、確認してから、どうなることか、交互期待。さあ、というわけで、お父ちゃんからの案件、安高水産さんね、資料がもうすでに届いておりました。社長さんと、お話もさせていただきまして、どういったことをやればいいんでしょうかということなんですけども、養殖業というのがね、イメージとしてはやっぱり力仕事でもう網引いてうわっていう一般の方 もう僕もそう思ってましたけども、やっぱね、養殖業ってね、すごいデータ管理とかコンピューター使ったりとか今すごいんですって。いろんな養殖業のイメージを理解して今までのイメージを変えていきたいっていう社長のすごい熱い思いと、天然のものが一番いいんでしょって思われがちなんですけども、今の養殖技術ってとんでもないですから、今どちらかというと安定してすごく美味しい魚を提供すると考えたら、養殖のものの方が美味しかったりするんですよ。もちろん天然のものは天然のものですごく価値もあるしいいんですけども、天然より養殖が落ちるとかいうイメージもやっぱり払拭したいという社長のすごい熱い思いをいただいたんですけども、まあ難しい。これどうしよう、どういうふうに僕は説明したらいいんだろうといろいろ考えていく中で、待てよ、チームの中に早稲田出身や言うてるやつがおったな。あの名門大学の早稲田を、卒業したぞーとのたまってるやつがおったなーということをピーンと思い出しまして、そうか、勉強ならば、つつみ、勉強せマジで。今回安高さんのことをしっかりと勉強して、皆さんにこの水産業、養殖業というのがこんなに素晴らしいもんなんですよということを皆さんにお伝えください。はい、どうぞ。ようやくお前が早稲田卒業ということが本当だというのをね、皆さんにお伝えすることができるんじゃないか。時間ないよ、やりましょう。一日ください。ちょっと頑張って勉強します。わかりました。はい。じゃあ皆さん、早稲田大学卒業、つつみくんのお勉強会をこの後お送りしたいと思います。こう期待。はい。都の西北、早稲田の森に。授業お願いします。はい。始めます。お願いします。頑張って勉強してきたので、はい、養殖量について分かりやすく説明したいと思います。触った方がいいですか？何ですか？その
スタイル。昨日友達に電話して借りてきました。それは、ね、早稲田っぽい感じで授業するから、はい、その格好をわざわざ借りてきたんだ。そうです。いいですかね。はい。全然面白くないそういうのいらないので。いらなかったですか。いらないです。じゃあ早速、あの養殖業ですか。はい、はい、そうでございます。私、まあ、我々も全く知らないので、はい、分かりやすく教えてください。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ですね、はい、あの、まあ、お声かけいただいた安高水産で、愛媛県の愛南町という愛南町、はい、町でございます。この愛媛県の一番端っこにある、はい、まあ、愛媛と言いますと一番最初に思い浮かぶ生産物があると思うんですが、みかん。あ、ありがとうございます。そうです、はい、まあ、みかんがめちゃめちゃ有名だと思うんですけれども、はい、愛媛県実はですね、マダイの生産量も日本で1位なんですよ。あ、日本1位なんだ。そうなんです。あ、そう、それは知らなかったな。シェアで言うと日本の 50% も愛媛県。すごいな。ありがとうございます。半分。そうなんです。で、その愛媛県の中でもこの愛南町が3分の1を占めてるんですよ、生産量。すごいな。だからもうマダイの町と言っても過言ではないぐらいだと思います。あ、僕はあの香川県が母親の田舎なので、はい、四国の方は結構子供の頃がよく行ってたけど、そんな情報は一切知らなかったわ。なるほど。早速グッジョブということでよろしいでしょうか。まあまあまあ、あのそれは引っ張ってきたすぐ出てくる情報ですから知らなかったのは事実です。はい、はい、ありがとうございます、はい、こちら愛南町にある安高水産さんなんですけれども、うん、マダイの養殖をしている漁師さんが勤めている会社でございます、はい。宮迫さん、先日もおっしゃってましたけど、養殖に対してのイメージをちょっと聞いてみたいなと思いました。はい、まあ養殖というか、その、 あの漁業というイメージはやっぱりもう力仕事。あ、はい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 。もちろん僕は親父がね、魚市で働いてましたので、はい、過去にその大阪魚市でバイトをしたこともありますから、はい、その頃はやっぱりなんか力仕事のイメージやし、うんうん、やっぱりあのやっぱ生臭いとか、はい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 、はい、なんかいわゆる昔でいう 3K みたいなこと言われてたね。あ、なるほどなるほどなるほど。ちょっとまあネガティブなイメージもちょっとあるかなという。辛い、とにかく辛い。なるほどなるほど。辛いっていうのがありました。じゃあ、錦戸くん、養殖でできたものに対してのイメージを。天然の方が、まあ、美味しいみたいな。なるほどなるほど。すごい天然の方が美味しいっていうイメージが今までやっぱあるかなっていうのは。ありがとうございます、はい。まあ、日本にはこう天然神話と言われるように、まあ、天然が一番みたいなやっぱ流れはあるので、あ、はい、まあ、僕もあの2人と同じように養殖とか漁師さんに対してそんなイメージを持っていました、はい。まあ、しかし今回いろいろ調べる上で、うん、まあ、養殖ってマジですげえなと、うん、で今の時代に本当に大切ですごい技術や人たちによって支えられてるんだなってことが分かったので、うん、まあ、それを説明したいと思います。なるほど。今の養殖技術はすごいというのはまあ、まあテレビ情報ですけど、いろいろ聞き及んではいます、うん、ありがとうございます。ただ何がどうすごいのかは知らないです。はい、まあ、もうアンバサダーとして今後ちょっとね、知識をインプットしてもらいたいと、まあ、勝手になってました、はい、今日は養殖のすごさをですね、2つのポイントに押さえて、説明していきたいと思います、はい。じゃまず1つ目のポイント、養殖すげーぞポイント、その1、うん、じゃじゃん、持続可能であるということなんですね。持続可能、まあ、英語で言うとサステナブルとかサステナビリティとかって言ったりするんですけども、あ、まあ、初めて聞きました、はい。最近ニュースとかではですね、ちょっとこう言われたりする言葉なんですけれども、まあ今世界中でいろんな分野でこの持続可能な開発をしましょうという運動がすごく広まっているんですよ、はいはいはい。これをちょっと説明したいと思います。お願いします。はい、ちょっと漁業から一旦離れるんですが、はい、SDGs という言葉聞いたことありますかね。聞いたことないです。ないです、はい。こちらも、まあ、最近結構ニュースとかでは聞かれることはあるんですが、何かと言いますと、サステナブル、ディベロップメントゴールズ。なんですか。はい、説明しましょう。急に呼んだだけですか。はい、はい、サステナブルというのが持続可能という意味です。さっき聞きましたよ、はい。でディベロップメントが開発、開発でゴールが目標って意味なんですよね、はい。なるほど、はい、はい。でこれが国連に加盟している193カ国の国々が2030年までにこの17個の目標をクリアしていきましょうよっていう目標を表したものなんですよ。多いですね、はい。でこれが全て持続可能な、目標ってことなんです。持続可能ってどういうことかっていうと、はい、今の自分たちが楽しく幸せに生きるんじゃなくて、うん、今後の将来を生きる子供たちとか次の世代もみんな幸せに生きるようにしていきましょうねっていうことなんですよ、簡単に言うと。なるほどね。現在生きてる大人たちで使い切るのではなく、そうですそうです、ちゃんとつながっていくようにしていこうという、ね、素晴らしい、ありがとうございます、はい。でちょっと項目見てもらいますと、はい、貧困、飢餓、健康、福祉、うん、教育とか、もう本当にいろんな分野でこの持続可能な開発をしていこうという、はいはい、動きが高まってます。でこれちょっと見てましてですね、
これ宮迫さんもここに入るんじゃないかと思ってるんですよ僕。どういうことですか。はい、18番に宮迫博之が入っていいんじゃないかと。持続可能な芸人としてですね。持続可能な芸人、はい、はいはい。あでも今となったら懐かしい写真ですね。どんな騒動があっても、うん、もうダメかなと思ってもこうへこたれずにまたこう戻ってくる持続可能な芸人ということで、はいはい、SDGs 18番目の項目に入るんじゃないかなと思ってますが、うん、いろいろあの考えた上でこれを差し込もうというふうに、判断されたと思うんですけども、もう一度言います、はい、面白くないです。いらないです。あのちゃんと僕養殖のこと知りたいんです。あそっちパターンでした。マジでいらないです本当のやつですね。本当にあの教えてください。あのこれはあの正式にカットにしようかな戻りまして、うん、この17の目標の中に養殖漁業と関係ありそうな項目が一つあるんでちょっと見つけてみてください。海の豊かさを守る、ありがとうございます。そうなんです、はい、14番に海の豊かさを守ろうという目標、これを2030年まで達成しようという目標があります、はい、でここで問題を出したいと思います。問題は、はい、2000年に世界中で食べられたお魚の量がだいたい8000万トンなんですよ。1000万トン、8000万トン、うん、でこの魚の消費量が2030年にはどれぐらいになると見込まれているでしょうか。だいたい人口増加とか食料不足って問題があるので増えていくっていうようなイメージあると思うんですが、どれぐらい増えるかちょっと。3倍と言ったら、行き過ぎじゃないですか。いや100倍にしようかあれ賭けごとしてます。やべすげえやりづれ多めに言うとあかんねやったけどそこは空気読んでほしかったな。バラエティ離れすぎるすいません。あのやりやすくやっていただければ 2倍ぐらいか。 ありがとうございます、正解です。え当たっても2倍でございます当たるのもあぐらいなんかなとは。ありがとうございます、はい、2000年に、こちら、8000万だったのが1億5000ぐらいになるんじゃないかと言われてるんですよ。はい、だからめちゃめちゃ消費量が増えるであろうと、うん、でそれに加えてですね、こちらご覧ください。こちらがお魚の取れ方の話なんですね、はい、この青色のラインが天然で取れたお魚の量でございます、はいはい、でどんどん上がってきたんですけども、うん、1994年ぐらいをめどにこう上がりが止まってもう大体落ちてきてるんですね。うまいね。そうなんですよ、うんうんうん、でこれで大事なのが魚が必要な量はどんどん増えていて、でしかもお魚を取る技術も上がっているのにもかかわらず、うん、天然で取れる魚が減っていると、うん、もうつまりこの時点で天然量だけでは持続可能な状態ではないってことなんですね。ノーサステナブルになってしまう、ね、ノーサステナブル、おっしゃる通りです。オレンジのグラフが養殖率どんどん上がってきてますね。上がってきてるね、はい、抜いてるやんか。2012年の段階で抜いてるじゃないですか。さようでございます、そうなんです、はい、なので、うん、もうこの今の時点でもう養殖量なしで僕たち美味しいお魚食べれないんですよ。なるほどな、はい、だから持続可能な開発にはもう必要不可欠ってことがもうすでにそういう状態にあるってことですね、うん、はい、でその漁業の養殖量の持続可能サステナビリティ、これ漁獲量だけで表せるんじゃなくてその仕組み自体にもいろんな持続可能なですね工夫がされているので、はい、その辺を説明していきたいと思います、はいはい、養殖の仕方の話なんですけれども、実は昔は天然で生きている子どもの魚稚魚を取ってきてそれを育てて出してたんですよ。え今は違うんですか。そのイメージしかないですけど。ありがとうございます、そうなんです。今は、はい、その最初の稚魚子供も自分たちで作っちゃおうってことなんですね。どういうことですか。ありがとうございます。人工種苗と言いまして、人工種苗、はい、種の苗、まあ、稚魚のことなんですよ種苗って。へ、要は育てる、魚が親魚になったらそこからちゃんと子供を産ませて、でまたその魚を育てて親になってもらって、でもちろん出荷もするんですがちゃんと子供を作るようなサイクルを自分たちで作ってるってことなんですよ。なるほど、はい、昔の養殖は結局天然のお魚を減らしてるわけですよね。なるほどね、自分たちでしっかりこのもうサイクルを回していると。すごいな。なるほど、そうなんですよ。それが可能なんです。可能なんです、はい、これがすごい技術なんですよやっぱり、うん、天然のお魚を捕獲する必要がないということなんですけれども、うん、もう一つのポイント、はい、いきます、安心安全であるってことが養殖すげえぞの第2のポイントでございます。ほうほう、はい、まあ、例えばなんですけども、うん、じゃあ例えばあやとくん、はい、あやとくんも結構自炊をすると思うんですが、はい、作ります。例えばお肉を使います、はい、お肉を使いますときにその辺に生きている牛とか豚さんの肉をこうはいどうぞって渡されてちょっと気持ちよく食べれますか。
その辺な、なんとおっしゃってます、その辺のその辺の牛さんとか豚さん野生のあのすいません、僕の生活する生活環境の中で野生の牛さん豚さんはいらっしゃいませんので、あ、そうですね、どういう答えを求めその例えば何ですか、安心できないってことを言あ、さすがです、ありがとうございます。そうです、そうです、天然のものってどういうふうに育ってきたかっていうのが不明確、養殖であることでこの生産者から食卓に届くまでの経路が明確になるってことですね、はい、はい、でこれを、トレーサビリティと言います。ちゃんと生産物の、経路をしっかり明確にしましょうねという、はい、でこれがしっかりと明確に表れているのがこの養殖の良さなんですね。まあでも安心よね、確かに。そうですそうです、そして、もう一つ安心安全の根拠となっているのが、まあ、徹底した品質管理でございます、はい、はい、ワクチンで書いてありますが、例えば安高水産でもですね、稚魚一匹一匹にワクチンを打ってるんですよ。どうやって、ですね、まあ、どうやってかまでは僕は今調べられてないんですけれども、ワクチン、あのめちゃめちゃ、お魚が病気になってから薬を投与するんじゃなくて、もう稚魚の段階からもう全部の稚魚にワクチンをしっかり打つということで品質を管理してるって。打つというのはその普通に動物がその哺乳類が打つようなこの針で刺して打つってことなんですか。もう一度言いますが、どうやって打つかまでも調べてなかったので、そこはあのすごく気になるポイントだったので知りたかったなというのはありましたけども、とりあえず大丈夫です。ちょっと後で調べて個人的に LINE します。はい、はいはい、個人的にはやめてください。はい、わかりました、ありがとうございます。今までいろいろ説明してきまして、まあ、安心だよ安全だよとか持続可能だよって言ってきましたけど、はい、実際買うときに、本当にこの魚ってそんなに安心なの安全なのって不安になることあるじゃないですか、はい、まあ確かに実際どうなのと、いうことで、まあ、ただただ安全安心だよって歌うだけじゃなくて、しっかりと認証を取っているってことがあるんですね、例えば、安高水産のお魚もですね、自然や環境保全に配慮してますよっていう、基準の NEL 認証を取っていたり、持続可能な養殖、まあこっちですね、はい、しっかりと自然に配慮した持続可能な育て方で育ってますよという SCSA 認証というものをしっかりと取っているんですね、はい、なるほど。この認証をちゃんと厳しい基準をクリアして取ってますよということで、本当に安心してお魚が食べれる、あのもちろん全部の養殖をなさってるところが取れてるわけではないんですよね、この。そうですそうですそうです、はい、安高水産さんは両方を取っていらっしゃる。そうです、はい、それはもうすごく安心ですね、はい、いやでかいですよ、あのやっぱりあのジャパンクオリティって、はい、言われるだけあって、日本のそういうクオリティとか、はい、そういうものってやっぱりあの世界に向けても安心なもんやから、この認証ってすごくあのレベルの高い認証やと思う。いや、まさに本当におっしゃる通りです、養殖のイメージちょっと変わりましたか。だいぶ変わりました。働いている漁師さん も、もう力仕事もちろんあるんでしょうけども、はい、もちろんもちろん、もうこういうデータとか研究とかもしっかりとやられているってことですよね。いや、あの働くとしてもすごくいい環境なんだろうなって分かりますね、はい、面白いです。面白い。近代マグロって、まあ、いや、もちろん知ってます、はい、近畿大学の、はい、クロマグロなんですけど、はい、まあ、有名ですよね、はい、そうですね。なんで有名かって分かります。マグロ自体を養殖はできないと言われてたのを養殖可能にしたんじゃなかったでしたっけ。あ、そうです。で、完全養殖っていうところがやっぱりポイントで、あのさっき言った人工種苗を使って、それを32年間の研究を重ねてやっとできたのが、クロマグロの完全養殖なんです、近代の、はい、あれも世界初。世界初です、近代さんは他にも全部で18種類ぐらいもう完全養殖というか人工種苗で育てる、はい、研究開発をしてます、で、安高さんも、この近代さんから、その稚魚を買ってその稚魚を育てて、こうやって話題を皆さんにお届けしてるっていうことなんですね、なかなかね知ることのない養殖の素晴らしさですが、はい、まあ、ちょっとこの動画を機にですね、養殖に興味を持ってもらって、まあ、いろいろ調べてもらったりしたら嬉しいかなと、大丈夫でした。大丈夫でしたよ。あの格好と途中のちょっと途中のいらないものを全て省いてやってほしかったですけどね、はい、分かりました。養殖のイメージは本当に、はい、変わりました。はい、はい、あ、本当簡単な説明なんでね、そうですね、はい、あの決してあの早稲田を卒業したというあの何かは伝わってはこなかったです、はい、ここまで養殖の混ざりの話をしてたら食べたくなってきませんか。それはそうですよ、はい、ということで今日はですね、はい、安高水産さんが作った真鯛をご用意してございません。わ、下手こういうノリのやり方としては最も下手な感じでしたね。今リズムも悪いし種もなかったですね。なあ、はい、もうちょっと溜めて、反応ございません、うわーってやりたかったけど、それすらもやらせてもらえないというね何が仕方あるんですか、その代わりといっては何ですが、まあ、ちょっと見えてしまってますけど
そういうの確認。そうなんです、宮迫さん。じゃん。はい。はい。その安高水産で育てたマダイを使った加工食品なんですけども、はい、ぶっかけ鯛丼の、はい、安高水産さんのマダイを使ってるもの。そうでございます。なるほど、はい、帰って食べてみましょう。まあここでは食べないけど、ここでは、はい、パッケージ見るだけで美味しそうなんですよ。まあ、そうやな、熱々のご飯にかけて食うんやろ。いいですね、それ。うまいに決まってあるやんか。はい、鷲見先生ありがとうございました。ありがとうございました。と現れないでください。というわけでこの動画面白いと思われた方は、面白いかな、まあ、勉強になったと思っていただける方は、チャンネル登録並び高評価よろしくお願いします。お願いします。僕は勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。早稲田感はなかったです。宮田光です。